デジタルっていう01で作ってるロジックの塊なものをツールとして素材として使ってるんですけども、人の深層心理とか人の心をどれだけ揺さぶることができるかっていうのを重要視してまして、そういう意味ではエンターテインメントっぽいアートみたいな位置づけなのかなというふうに考えておりまして、この時代だからこそ生まれるアートはきっとあるはず。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。デジタルアート作家稲垣正人、大学卒業後に 3DCG を学び、ビデオゲーム制作会社を設立。アートとテクノロジーを学んだ彼だからこそ見えたその交差点。基本的にバーチャルのソフトウェアを使って普段作るケースが多いんですけど、ただもう今技術の進化によってバーチャルとリアルの境目っていうのがどんどんなくなってきてると。でそれで、じゃあバーチャルなソフトウェアを使って、じゃあリアルなものを動かして、そのキネティックなその彫刻を作ってみようという、ちょっと実験的な。デジタルを芸術に、その挑戦があったからこそ見えた可能性。今までそのアートっていうのは作家の方が一方通行で発信するケースが多かったんですけども、デジタルという素材を使うことによって観客と作り手が双方向になる可能性があるのかなという問いかけも入っています。見るものを虜にする AI によって生成された世界、永遠に繰り返されることのない一瞬のアートだからこそ見るものは心を奪われる。それこそが観客とアーティストのコミュニケーションとなる。我々の生活っていうのはここ10年20年で、テクノロジーによってかなり価値観が進歩して、でそう考えるとやっぱりアートの世界の定義っていうのも大幅に変わるんじゃないかっていうふうに考えておりまして、美術の歴史でいうと、印象派が出てきた頃に近いようなインパクトはまたあるんじゃないかなと。でそれがテクノロジーを使ってそういうムーブメントが起こり得る可能性はあるんじゃないかなっていうふうに考えてます。目指すのは新たなアートの誕生、歴史の過渡期だからこそ起こせる革命を稲垣正人は模索し続ける。今この時点ではアート作品として提示はさせていただいてるんですけども、コロナが起こったというところでかなりのことがリセットされる。でそうなってくると、アートって何っていう根本的にやっぱり考え直す時期でもあるのかなと。じゃあそのジャンルの壁がなくなったところで、アーティストなりその人なりが何ができるかっていうのがますます重要な世の中になってくるのかなと考えています。美を次の世代へ、27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は現代美術作家結城由紀のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。